石巻競馬場は、現在の宮城県石巻市三吉四丁目から開け、北一丁目付近に1931年から1936年にかけて存在した地方競馬の競馬場。毎年春秋に競馬を開催していたが、昭和11年、陸軍演習地として買収されたため、事実上廃止された。当時の故障名は、石巻競馬場であるが、石巻競馬場と呼ばれた。 競馬場は、大正期の石巻競馬場と戦後の石巻競馬場があるため、本校では、混同を避けるため、石巻競馬場と表記する。なお、ここで言う地方競馬とは、1927年制定、1939年執行の地方競馬規則で定義された、地方競馬を指す。以下、本校では特に断りのない限り地方競馬と、記述する場合、 地方競馬規則で定義された地方競馬を指すこととする。当時、宮城県内に設置できる地方競馬場は3つまでと定められており、宮城県三馬畜産組合は、愛子競馬場、仙台競馬場、石巻競馬場の三馬で競馬を開催していた。昭和4年頃に石巻競馬場が宮城電気鉄道の線路用地として買収され廃止となったことを受けて、 現在の石巻市三好山丁目付近の原野を石巻市が宮城電鉄に対応し、宮城電鉄が石巻競馬場を建設、宮城県産馬畜産組合に対応する形で競馬を開催することとなった。一周は1200メートル、コース幅21メートル、2000人収容のスタンドがあり、馬16頭を収容する旧車が二棟、パドック、入場券売り場、 審判員詰め所、馬券売り場、投票者などの設備があった。昭和8年の石巻地図。石巻競馬場の平面図。図面左方が北となっている。河北新報社が発行した昭和8年の石巻市街地図には、現在の三好球場付近に石巻競馬場の表記がある。昭和14年頃に作成された全国地方競馬場写真帳に添付された、 平面図でも所在は、北上川の南岸、野球場の東と見て取れるため、石巻競馬場は、現在の石巻市三吉四丁目から開け北一丁目付近に、かけて存在したと見ることができる。昭和6年5月17日、開催1日目の光景昭和6年5月17日、開催1日目の光景。左上の円は、蒸気写真の下部が重なったもの。 石巻競馬場は昭和6年5月16日に完成し、当日午前8時より落成式馬場開きが行われた。全評判の良さから、地元の商工会等はかねてよりこの日の開催を待ちかねており、バスタクシー等の運行に支障がないよう、石巻市街から競馬場までの道路の改修を行い、宮城電鉄は石巻駅両競馬場間のバスタクシーの 往復運賃を通常の15銭から10銭に割引を行うなど、各地からの見物客の呼び込みに注力、競馬場のすくそばを流れる北上川で流通を行う等の歓迎の催しも行われた。なお16日は雨のため落成式のみが挙行され、競馬は翌日に順延された。 ツ日目の開催は日曜日と公典が重なり朝から多くの見物客が詰めかける全評判以上の盛況。石巻市街と競馬場を結ぶ道路は終日大混雑し、2000人収容のスタンドもすっかり埋め尽くされ場内の監修は3万人にも上ったという。2日目も旧暦4月1日の休日とあって、近隣農村等からの人でも多くやはり盛況を 停止、優勝競争実施の最終3日目も人の多さに、競争の開始時刻が遅れるほどであった。しかし、やはり不況下であったことが響き、多くの見物客は、弁当持参で訪れ、盛況の競馬開催とは、対照的に場内の売店の売り上げはかんばしく、なかった。昭和6年5月19日開催最終3日目午前中の、競争結果昭和6年10月3日。 開催1日目の後継石巻競馬第2回目の開催は昭和6年10月3日から5日にかけて行われた。1日目の開催は午前8時より始まり午後5時10分に終了。馬券の売上高は約5000円であった。昭和6年10月3日、開催1日目の競争結果昭和6年10月4日、馬券売り場の様子2日目は日曜日の開催とあって、 見物客の入りが良く、馬券の売上高は約4300円であった。昭和6年10月4日、開催2日目の競争結果。ありがとうございます。